かがやの鶴の間アフタートークよろしくお願いします。 YouTube でございます。はい、収録が終わりまして、アフタートークなんですけれども、かがやさんが今日はね、はい、トークもクイズも用意して、トーク&クイズ&クイズ、トーク&クイズでしょうか、トークでしょうか第3のすごい派生したよね、完結だねこれ多分ね。そうだね、これは完結させてほしい、ここまで行ったらね。でもまあこれで緊張がほぐれたんじゃないですか。いや、鶴の間がね一番緊張する仕事だったもん自分の冠番組が、まあね、収録先週の放送もちゃんと省かれててギュッとなってて、ギュッとなってありがたいですよ、ね、ありがとうございます。アフタートークの方が良かったですね。いや、アフタートークの方が確実に良かったって言えるぐらいのラジオはダメいやでもいいじゃないですか、うん、僕ですね、はいはい、ちょっとあの何ですか、普通にあの 別でというか、多田さんの誕生日プレゼントを、ね、マネさんね、探しに行ってたんですよ、うん、探しに行ってた時にね、アロマなんかディフューザーみたいなの買いたいなと思ってて、そのお店行ってたんですよ。で何店舗か回ったんですけど、なんかおばちゃん3人組みたいなのが、なんかどうしようあれしようみたいな話をしてるのに、まあたまたま遭遇したんですけど、私はね本当にあのサプリン飲み始めたわみたいな、ヘム鉄飲み始めたみたいな、ヘム鉄みたいな、ヘム鉄っていうなんか鉄分のなんかサプリがあるみたいで、それ飲み始めたみたいな、そうなのみたいな、でもさヘム鉄のせいなのか分かんないんだけど、なんかちょっとあの正座するでしょ結構みたいな、正座するときにさ、なんかあざになっちゃうんだよねみたいな、ヘム鉄のせいなのか分かんないけど、なんかあざができやすくなったと思うんだよね、なんか血が増えたのか何なのかみたいな、あなるほど、増えたんだよねって言って、もう一人のおばちゃんがさ、それに対してさ、老化じゃないって言ってた、突っ込んで、老化じゃないって言ったらさ、そのね、その言われた方のおばちゃんが、老いて化けると書いてって言ってたのよめっちゃ若いよめっちゃ若いよ、びっくりした今、やっぱね、老いて化けると書いて、アロマね選んでるだけあってね上品なのよ、やっぱ若いのよ、いいね、それがねすごい良かったね。そっか、突っ込むにしてもいろいろ選択肢はあるもんね、あんたもだろとか、わざわざそういうこと言うのは何言ってんだとかね、あるけど、置いて化けると書いて、で3人目のおばちゃんがそれしかないわよ、四千頭身いいトリオいいトリオ、四千頭身だ、いや素晴らしかったんですよね、トリオ万歳、いいね、いい場面を目撃したね、ね、気持ちいいでしょう、いいですね。でまあそのアロマのねプレゼントはかやがね、あの刺繍のトートバッグをプレゼントするっていうのがあったから、結局もうあげたけどね、全然あげて、それもプラスであげた方が喜ぶと思うよ、たださん、まあまあそうだけどさ、やっぱりどうすんの、そのアマゾンのやつでアロマディフューザー買っちゃったらいやいや間違えて、いやまあまあアロマオイルはねストック残ってるから別にあげてもいいんだけどさあ、まあまあ自分のでね使おうかと思いながら、アマゾンギフト券もなんか、コンビニでね、1万円出して、すみません1万円分入れてくださいって言って、はいわかりましたっつって、画面タッチお願いします、あすみません、あのやっぱ9000円でお願いしますって言って、なんかちょっとでもなんかダメな方向にしなきゃと思って、確かにそうだな、それあったら、あの価格もビビってたの、ビビってたの、俺のその強さに、トートバッグに刺繍をするっていうこの肝強さにビビってたの、だから1万円でいいところも9000円したし、あれもしてたじゃんか、なんかそのカードしかプレゼントしないのに、わざわざその大きめの箱買って、それにあのアマゾンカードだけ入ってる、これアマゾンカードだけ入ってる、ギフトボックス買ってきて、いかにもすごそうなものが入ってるのに、そう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 、中身がアマゾンギフト券だけっていう、かいみたいな、ビビってたいや違う、いやあの蚊帳が理想の蚊帳に近づこうとするのを見て、ちゃんと戦っていかないとちょっとあの置いてきぼりにしちゃうから別にあげなくてもいいわけよ、ナチュラルで根っこの部分でその刺繍入りのトートバッグをあの人妻にあげたからおもろかったわけよ
いやマジで考え、マジだからね、うん、やっぱり基本的には別に。そうで、そのプレゼントも人妻にね、うん、名前の NKK って入ったイニシャルのトートバッグプレゼントして、うん、それプラス、うん、ぬいぐるみもプレゼントして、なぜかそのぬいぐるみがびしょびしょに濡れてるっていう、異常な、異常なことが起こったわけじゃん。確かに怪奇現象、うん、あれを超えなきゃっていう、その本来のカヤとは違うカヤをやってるから、そうね、そこをやっぱりその再現というかしてあげないとっていう。だからコントロールできないんだよね、その、うん、マジでそう。すげえなんか化け物の発言ねだったけど、コントロールできないんだよねって言っちゃったけど、あの違うんですよ、そのまあ言ったけど、そのトーク&クイズもう言ったら、うん、その本当にトークがなくてというか、うん、そのラジオでね、うん、トークがなくて何しようかってなって、うん、その、 あのクイズを用意したっていう、うん、これ僕本気なんですよ、うん、いやいいよね、本気なんですよ、 本気で盛り上がるじゃないですか、うん、クイズって。だからその気持ち一線で来たんですよ、うん、だからそのなんか毎度そうなんですけど、そのプレゼントの時もそうで、うん、そのプレゼントしたけ本当に考えてこれがいいんじゃないかなと思って、その刺繍入りのやつとぬいぐるみプレゼントして、うん、であの加賀にもその筆箱、うん、事前にその大切な筆箱持ってるのに上書きするように、うん、あのプレゼントした。それも僕は本気で思ってるんですよ、うん、だから困るのはその次なんですよ。だからトーク&クイズもその次の放送めちゃめちゃ困ったし、プレゼントもすげえ困ったのよ、うん、天丼というか同じことをしていいものかっていうのをね、うん、だから本当に悩んでるよな。コントロールがつかないっていうのはそういうことで、うん、その、はいはい、まあ確かにね、初手が、ね、うん、初手がその後々も考えての、うん、その第一章じゃないから、うん、そのボケ方というか、確かにね、でそれでもやり始めちゃったら、そうそうそう、ハプニング でそれが面白いとかって言われるもんだから、うん、やっぱり俺は設楽さんにはなれないんだろうなって思うし、ずっと憧れてるもんね、設楽さんにね、そうそうそう、カイザーにはなれないんだろうなっていう風に思うし、うん、まあ、全然それは誰もなれないよ別に。そこはね、本当比べてもね、仕方ないから、憧れだからね、うん、それは原因ね、その影を追ってたなってあるんだけど、うん、もちろん皆さんね、もちろんあると思うんですけど、設楽さんだったら誕生日でも何でもない日にプレゼントあげるよ。あ、うん、もちろんその日にはプレゼントあげるし、うん、そうだよな、関係ない日にもあげるよ。で、分かったっつって俺がその感じで、うん、なんか何でもない日にプレゼントあげたら絶対うまくいかないでしょ、うん確かにやってみようか一回、うんうん、確かにね、一回なんか白竹さんとか、うん、つやさんに、うん、本当に何でもない日に、うん、あの本気で考えたプレゼントというか、うんうん、これこの商品見てたら白竹さんの顔浮かんだんですみたいな感じであげるみたいなやつ一回どっかで入れますか、ちょっとゲリラ的に。あ、いいですね、ゲリラ。それが、うん、そうそうそう、ゲリラプレゼント、ね、ゲリラプレゼント、あ、いいじゃん、ゲリラプレゼント、ずっといつか。ああ、いいですね、対決、うん、ゲリラプレゼント、うん、ちょっとやって、それでちょっと僕のそのプレゼント、やっぱり僕はもう本当に本気で100喜んでほしいんですよ、うん、その喜んで嬉しさ100で盛り上がるっていう、そうね、うん、別にそんなボケとかで、うん、お前何なんだよこれって言われて盛り上がるじゃなくて、うんうんうん、最高、本当にありがとう、なんで分かったの、これで 100% 盛り上がってほしいの俺は。そう、誕生日っていう、ね、イベントはね、うん、最高でいい、うん、最高でいきたいから、その成り立たせようとはしなくていいというか、うん、そうそうそう、純粋な気持ちだけでね、そう、やっぱ練習がね、何でもいると思うから、うん、ちょっとゲリラでちょっと、うん、あ、いいじゃないですか、うん、ちょっとやってみようかな、うん、松浦弥太郎さんの本とか読んだらあー、なるほどね、そこか、そこら辺か、うん、なるほど、ね、あの人はプレゼント好きだよ、あ、そうなんだ、うん、そうなんだ、あ、偉人でいそうだね、うん、うわ、いるだろうな、うん、でも時々うんってなるやつもあるよね、あ、いや、でも松浦弥太郎さんが、うん、何だったっけな、なんかの本で、松浦弥太郎って、うん、中卒の人、中卒わかんないわよ、そんなすごい中卒の人、一番シンパシー感じるところなのか知らないけど、いや、あのね、龍馬伝とかの弥太郎は違う弥太郎か、岩崎弥太郎か、それそれ違う、松浦弥太郎って誰だ、なんか作家さんという言っていいのかなんというか、その魯山人みたいな人、はあ、なるほど、うん、なるほどなるほど、魯山人みたいな人って言ったらそのなんか上に上げすぎてるかもしれないんだけど、ご存命の方、ご存命、ご存命、あ、そうなん、もちろんもちろん見たことあるよ全然、なるほどね、うん、カウブックスか、カウブックスのオーナーというか、
あ、へえ、なるほど。店長、本屋さんのやったりとか。めっちゃ部屋おしゃれな人。あ、そう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 。あ、そうか、うん、前なんか教えてもらった気がする、うん、昔多分言ってたよ、ね、本多分貸したことあると思う。ああ、そうか。じゃあちょっとゲリラプレゼント考えて。ちらで江太さんが一番喜んだプレゼントすごいよ。何、あのなんだっけな、すごい尊敬してる先輩に。え、もらってもらって。ああ、なるほどなるほど。すごい尊敬してる先輩に、はいはい、そのプレゼントをあげたら、うん、はいはい、なんかプレゼント、なんか欲しがってたもののプレゼントあげたら、うん、なんか お礼の手紙みたいな、うん、をもらったんだけど、それすごいかっこよくて、うん、ちょっとプレゼント期待してるくださいみたいな、うんうん、言われて、うん、その便箋がむちゃくちゃかっこよかったんで、ほうほう、まあ、このやっぱ憧れの人はその自分の署名も入ってるような、うんうんうん、特注の便箋、うん、なるほどね、をもらってて、うん、すごいってなって、うん、この人からプレゼントってなんだろうと、ね、後日、うん、なんか箱が届いて、うん、なんか開けたら、うん、松浦弥太郎っていう署名の入ってる同じ便箋が大量に入ってたんだって。おお、これで皆さんにお手紙書いてくださいっていう。おう、おう、みたいな、そういうやり取りを。いやー、なるほどな。キラキラしてるじゃん、今。おー、なるほどな、うん。俺がやったら、そうだろうね、うん。別に便箋がどうとか思わないっていうか、なんか、ね、そこを。気づいてほしい伏線を、うん、すごい、なんか踏んづけられてきて。歩かれちゃうみたいな。いや、すごい。あれ知らなかった、あれ、うん、あれさっきのあのあれが一応振りになってた時だみたいな、うん、あ、ね、あみたいなね、みたいな、その感じ。うわ、かっけえな。そうそうそう、うわ、それかっけえ。ちゃんと思ったっていうのがかっこいいね、うん、いいですよねっていうような、まあそういう、うん、うん、あ、でも松浦弥太郎さんの本は、うん、おばあちゃんが書いてると思って読むのが一番いい。すごい上の人から歌ってる、うん、すごいおばあちゃんというか知恵袋から、うんうん、なるほどね、うん、そのぐらいの柔らかさだから。いや、でも結構その俺のそのやっぱりなんかあるナルシズムはある程度必要なんだろうね、うん、いや、でも松浦さんは多分結構そうだ。そうだよね。だからその先輩も絶対この便箋をかっこいいとあいつは思ってくれるっていう、かっこよくないと思うわけがないって思ってるから、その自信からいけるわけですよね、うん、そう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 、なるほどな、うん、だからちょっとそうか、まあ俺もそういうところあるから、うん、原石っちゃ原石なのかもしれないですね。いや、まあ、やりたいことは絶対に、うん、悪いことじゃないから、悪いことじゃないよね、別にね、その、うん、いじっても面白いし、いじらなくても嬉しいし、だから、うん、そうだよな。そう、だからお笑いは一回忘れたもん、うん、そう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 ですよね、お笑い一回忘れて、うん、プレゼントだけを考えて、うん、OK、分かりました。いいですね、嬉しいですもんね、うん、うん、よしよし。誕生日の日営業だったじゃないですか、うん、16時くらいに白竹さんから連絡が来て、おう、知らないでしょこれ。知らない、白竹さんから連絡が来て、うん、白竹さんと、うん、ママタルトの日原さんの3人のグループが急にできて、カー君と、そうそうそう、急にできて、うん、8時から日原の家で晩餐会やるんで、よかったら来ませんか、うん、っていうのが来たのよ、うんうん、俺の誕生日にね。いいや、ありがとうございますと思って、うん、でも、いい、うん、富山から新幹線で帰ってきたら9時過ぎるのよ。そうだね、うん、だから結構そのちょっと遅くなりますと、うん、行けそうにないですって言って、うん、言ったら、うん、散歩じゃしますかって、うんうん、って言ってくれて、おうおうおう、散歩ならいいよね、あ、うん、ありがとうございますって言って、うん、いいですねって言って、うん、俺まあ帰って、まあ、ちょっと荷物置いて、うん、雨降ってたのよ、うん、パラパラパラって雨降ってるの。そうね、なんか、うん、マジで白竹さんと日原さんが桃太郎と代々木公園の前でね、うん、待っててくれてて、うんうん、待ち合わせして、うん、ありがとうございます、うん、みたいな、優しい、うん、ね、嬉しいですみたいな言いながら、うん、別にその今日誕生日どうだったとかいう話をするわけでもなく、普通に本当に歩き始めて、はいはいはい、お疲れ様でした、うん、みたいな、営業久々でしたよね、うん、みたいな話をして、いいね、1時間くらい歩いてて、うん、でちょっと俺がさ、うん、その足痛くなってきましたみたいな、うん、疲れちゃいましたみたいな話をしてて、うん、いつももっと歩いてるよねみたいな、うん、あれでも今日そんなにみたいな、うん、遠慮して言ってくれてるみたいな、うん、歩くの、その自分は本番もっと歩けるのに俺らに合わせて言ってくれてる、うん、みたいな、うん、ね、言われたから、うん、いや、いつも履いてるスニーカーがあるんですけど、雨の日なんで、まあ、ちょっと別の靴履いてて、うん、ちょっとあれなんですって、うんうん、あ、そうなの、何の靴履いてるの、他をねおねって靴履いてるんですよ、うん、って言って、
だあそうなんやたまに聞くわみたいな、それたくさん、うん、あちょっと僕知らないですね、うん、ってなって、あおすすめなんでめっちゃいいですよって、うん、あの本当にあのいつでも言ってください、あの誕生日来たらプレゼントするんでみたいな、うん、日原さんにもあの、うん、僕プレゼントしますよっつって、うん、日原さん誕生日いつですかっつって、うん、7月の、うん、ってあ近いね割と、うん、っっ加賀くんいつなって言われて、うん、いやいや今日ですよって言って、うん、はってなって日原さんが、うん、えって言ってさどっちなんってそれどっちなんって言われて白竹さんもえって言っててえって今日本当に僕誕生日ですよって言ったら2人揃って、うん、なベタなマジでよマジでベタな本当に知らなくてなんで言わないんですかって言って、いやてっきり知ってると思ったんですよ、いやいや知らないですよ本当にって、ね、なんで知ってると思ったんですかって言ったら、ね、いやだって晩餐会あるんでどうですかって言ったらないですかって、いや違うんです、本当に僕と日原がご機嫌でディナーのことを晩餐会って言っただけなんですよ。いやマジかってなって、ちょっと改めてお祝いしますね。いやベタな。ねすごいでしょ。すごいねそんなんだ。そう、うん、でまあちょっと雨も降ってるから、うん、まあ、日原の家に荷物置いてるんでちょっと取りに行きましょうみたいな。うん、で盛り上がってたから俺もまついて行って、うん、で行ったらさその大久保八億くん、うん、八億くん。がいて、うん、あお邪魔しますって言って、うん、あお疲れ様です、うん、って言って、今日お仕事ですかみたいな、うん、あいやまあいろいろでみたいな、うん、日原さんが今日、うん、あ加賀君今日誕生日やねみたいな、うん、あそうなんですか、うん、まあ、もちろん知らなくて、知らない、それは知らない、でザジさんもいるって聞いてたんだけど、うん、ザジさんシャワー浴びてていなくて、うん、ちょっと待ってて、うん、まあ、ザジさんに挨拶だけして帰ろうと思って、うん、で待ってて、ザジさんが上がってきてさ、パンインチでさタオルかけてさ、うん、びしょびしょの状態で出てきて、うん、俺がいること知らないのよ、うん、で俺と目が合って、うん、おおなった次の瞬間に、うん、俺の肩にポンって手を置いて、うん、おめでとうって言ったの。ザジさんだけ知ってたんだよ。すごいな。こんな色の中なのに、俺一番ザジさんが知ってくれてて、なるほどな、うん、一番嬉しかった、震えたもんさすがに鳥肌立って、あ順番良かったね、ザジさんが、そんな言わなそうじゃん、言わないそうだし、ね、人のこととか別にどっちでもいい、予想外だしね、マジでこの二人が知らないんだろうから、うん、ザジさんも知らないんだろうって思うし、その前のチラッと出てきた、うん、大久保八億くんもいいよね、そう、うん、ちょっと知らないっていうね、うん、そう、めっちゃすげえいい順番じゃん、いい誕生日、最高の誕生日、最後ザジさんにおめでとうって言われて終わったのよ、これ、いいね、それ知らなかったですね、知らなかった、本当に知らなかったです。マジで1時間くらい歩いて、俺らのそのマネージャーさん、うん、まあ、あの魔石の加山さんのお父さんが、うん、が元々マネージャーさんやっててすごいみたいな話の魔石芸能者芸能士みたいなの話した。いらないんですよ、おめでとうの一言でも僕もそのおめでとうって言われてないなんて思ってないから、まあ確かにね、うん、俺も聞いててなんか途中でサプライズあんのかなと思ったんだよ、話の流れ的な感じで、足疲れたわって言ったから、うん、これっつってプレゼントされて、それが他おねおねで、うん、持ってるやつだったんです、持ってるやつだったんかいみたいな感じで終わるかと思ったら、うん、ええー、だったの、そう、誰も知らないのにザジーさんだけ知ってるっていうのが、なるほどな、あそれはいいね、いい誕生日でした、プライスレスというかね、はい、いいですね、いいですね、じゃあ年28歳、はい、28歳になったけど、ありがとうございます、本当にいい誕生日で終わりました、はい、頑張りましょう、これからも頑張りましょう、ありがとうございます、はい、以上加賀屋の鶴の間 YouTube でした、ありがとうございました、ありがとうございました。